真夏の夜の渋滞。はぁ、まだ動かないか。休みの終わり、実家からの帰りの車内で一人つぶやく。夕方から渋滞に巻き込まれ、未だにその中の一台から抜け出せないまま、夜になってしまっていた。今年の夏も猛暑で、外が暗くなっても、まだまだ暑さが残っていた。クーラーの風が心地よく感じる。車内のラジオからも、今日、埼玉のどこかで最高温度を更新したとか言っていたっけ？少し眠気を感じてきたので、コーヒーを一口飲む。ブラックは苦手なので、微糖にしていた。飲み終え、前を見ると、前の車が少しだけ動いていた。あ！急いで車を前進させる。ん？なんだあれ？前の車のガラスに QR コードが2つ貼られていたのだった。どうやらステッカーのようだった。至って普通の乗用車だったので、広告とかそういうものではなさそうだった。周りを軽く確認する。変わらず渋滞はなかなか進まなさそうだった。よし！暇なのもあり、どんなコードなのか気になったため、どうにかスキャンしてみることにした。なかなかうまくいかないな。暗さと車間距離があるためか、なかなか取り込みができない。くそ。これなら、あ、読み込めた。うわ、なんとか一つを取り込めたかのような通知が出たが、間違えてシャッターボタンを押してしまった。よくよく見ると、片方は複雑な迷路が書かれていただけだった。なんだこれ！迷路とか馬鹿にしてるのか？おちょくられた気分になった。渋滞の苛立ちもあり、少し向きになってしまって、何が何でも読み込もうと、必死になってしまったんだった。再度読み込もうと、何度もスマホを前の車に向け続けた。よし！今度こそ通知出たな。今度は落ち着いて。ああ？ QR コードはどこかのホームページの URL が出てきた。苛立っていた僕は勝ち誇ったかのようにそのホームページを開いた。そこにはこう書かれていた。良い暇つぶしになっただろ？そろそろ前を見た方がいいぞ。パッ！はっとすると、後ろからクラクションを鳴らされてしまった。前を見ると、先ほどの車は豆粒ほどの小ささになっていた。急いで車を発進する。なんとも言えない気持ちで、また僕は運転に集中するのだった。